家族令は日本の法令。1884年7月7日に制定された明治17年区内省たち無効と、それを廃して1907年に制定された皇室令がある。1907年制定の家族令は1947年に廃止された。1884年7月7日、制度取調べ局の局長伊藤博文を中心に制定された。 従前の家族を、公爵、公爵、白爵、子爵、男爵の五尺に区分し、基本的に、旧、公家の家族は価格により、旧、大名の家族は国高によりそれぞれの爵位を受釈した。また国家に勲功あるものを新たに家族に列し、勲功によりそれぞれの爵位を受釈した。家族令以前に家族に列した家を旧家族、それ以後に家族に列した家を新家族という。 旧家族においては、本人一代限りの終身家族と、借位が代々世襲される、衛生家族があったが、家族令によって、この区別がなくなり、終身家族が廃止されて、すべてが衛生家族となった。こうして、家族令制定直後の7月中に509名の有借者が生まれた。1889年制定の貴族隠令により30歳以上の公爵と公爵は、 全員、白爵、子爵、男爵はそれぞれ同尺の五選により、貴族院議員となる特権を持った。その他の特権としては、家督相続人の借位を世襲できること、家族世襲財産法や家族銀行とも言うべき、国立銀行の創設による家族財産の特別保護、管理があった。なお、家族とその指定の婚姻に際しては、区内大臣の許可を必要とした。 本令は、家族その他の帰属制度を禁止した、日本国憲法の施行に伴う公室令及び、付属法令廃止の苦段の交付により、1947年5月2日限りで廃止された。ありがとうございます。